はい、新井さんの、はい、レッスンということでですね、とりあえずこの3週間どういう感じで過ごされてましたか？はい、素振りをメインに練習して、うん、まあ、ラウンドは週に1回行って、うん、本当に素振りをメインで球をあんまり打たないように綺麗なスイングを、まあ、目指そうっていうところからスタートしています。いいと思いますね。まあ、美しい型というかね、綺麗なフォームっていうのは最初の段階で作る方が楽ですよね。ある一定のこう形ができて、もうすでに球が打てる、でスコアもできるってなってきた段階からスイングを動かそうと思うと結構なリスクというか、スコアももちろん急激に落ち込みますし、まあ、今の段階であれば、まあ、何でもできると思います。なので、まあ、ちょっとここまでやってきた振りのチェック、素振りのチェックも、素振りのチェックと球を打つってことをちょっと見たいので、はい、それに関してはちょっとアイアンで拝見したいな。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと素振りチェック、はい、はい、はい、どうぞ。おお、はい、はい、ずいぶん良くなりましたよね。なんかもうあからさまに素振り美人に。素振りだけ。いやいや、素振りだけじゃないですよ。素振りめちゃくちゃ重要。はい、で、まあ、まあ今のもんですね、もうちょっと何回か振ってみましょうか。はい、うん、はい、どうぞ振ってみます。もうちょっと地面擦れたらいいですね。はい、途中でグループラインで素振りを送ってくれた時もですね、地面擦ってないので地面擦ってくださいって指摘をさせていただいたんですけど、ご自宅で素振りする場合ちょっと難しいのはマンションにお住まいの場合地面擦れねえだろうという、もうおっしゃる通りでございますとドンと音が鳴ったら怒られてしまうのでそこは気をつけてほしいんです。ただ空中を素振りするのと地面を叩きながら素振りするのではそのこう意味合いっていうのは全然違うんですね。なのでできればいい動き、まあ、素振りこういう動作をしたいんだっていうことと連動してどこにクラブが落ちるのか、どこにクラブが、まあ、どういうふうに地面を擦れるのかとかね、こういったところをちゃんと体感しながら素振りしていただきたいですね。はい、はい、はい、どうぞ。あ、いいですよ。だ今の、まあ、今のドーンと音がしたでしょ。これ刺さってます。はい、今のドーンって刺さってるやつは、まあ、もちろんダフってる可能性と入射角とか7以上あります。あれは刺さりすぎ。はい、じゃあどうぞ。はい、どうぞ。はい、うん、今の5ぐらい。はい、今のカスって言ってるでしょ。だからちょっとヘッドが落ちる位置が不安定なのと、うん、この地面を叩いた時のこうサウンドと落ちる位置が安定してないですよね。はい、で素振りってやっぱここにものすごい意味があるんですよ。毎回同じところにクラブのヘッドがしっかり落ちてきて毎回同じサウンドがする。でまたシュッてこうやって擦った時の芝生がこう動いた時の感じがもちろんインサイドアウトだったりアウトサイドインだったりしないで、まあ、ある程度適正なこう動き方をしてるっていうのもファッと見えるから。もう一回、はい、どうぞ。はい、うん、もう一回ちょっと当たり薄い。あ、これナイスショット。だからこれナイスショットって言ってますけどボールがあったらナイスショットする可能性が非常に高い 音なんですよ。これを10回中10回できるようにしてください。球がないわけだから基本的には今の音をさせる努力は10回中10回できるはずなんですよ。でこういう練習を積み重ねることによってその短期的に非常にハイレベルなプレイヤーに成長します。で球を打つだけの練習だと結局球がどこに飛んだかっていうことが気になるのでそれに対して右に行けば右に行かないようにダフればダフらないようにっていう薬をこう常につけながら練習してるってことになりますよね。これは悪くはないけれどもなかなかこういいスイングとか安定したスイングとかを作り込む上では、そういうやり方だけでは問題があるわけです。もう一回滑り、はい、いい音。薄い。うん、いい音。うん、いい音。いいと思います。安定してきてますよね。そう、こういう感じ。
でこれをまあ8番でも7番でもいいですけれども、そのアイアンでやった方がいいでしょうね。その方がやりやすいと思います。で当然番手によって入射角っていうのは変化してきますけれども、イメージとしてですよ、ちょっと数字目標として言うとウェッジはダウン6ぐらいなんですよ。でそこするとショートアイアンは5ぐらいになって、例えばミドルアイアンとかロングアイアンが4とかになってきてみたいな感じです。ちょっとずつシャローになってきます。で当然5ウッド3ウッドぐらいになってくるとダウン1、2とかってぐらいになってきて、ドライバーアッパードーンみたいな感じで、それも地面にあるクラブが全て同じとかでもないし、なんならスティンガーショットっていうのはノーマルよりもプロでも3から2、3度はダウンブローに入るかな。ダーン低く打つときには入射角が当然上から入る、これも当たり前の話ですね。こういうこと、こういう一応その感覚と、まあ、目標的な数値を連動しながらドーンと音が刺さってたらもう大体7以上あります。いいですね。で綺麗にシュッて擦れてたら3から5ぐらいの適正レンジなので、よくこうそんなのデータなきゃ分かんねえじゃんっていう声も聞かれますけど、素振りしてれば分かるから、もうあからさまに刺さってればダメだし、あからさまに空中振ってればダメなわけですよ。ちょうどいい地面の叩き方をしてれば必ずそれは僕らが言う3から5ぐらいのちょうどいい入射角になってるので、はい、皆さんもその本当にこういう素振りの努力をしてください。そうすれば必ずなります、はい、それではですね、今すごくいい素振りができたという状態を踏まえて、はい、打ってください、はい、でこの時に、あ、まあいいです、ちょっと打ってみましょう、はい、もう一回、はい、はい、どんどん行きましょう、はい、ね、パワーがあるんで当たれば飛ぶ、うん、ちょっと音が深いかな、はい、はい、もう一度、あ、いいですね、はい、もう一球、はい、はい、結構です、はい、はい、これ今5球のデータ、ちょっと今僕はこれドライバーの色にしちゃってますけど、まあ、今この5球のデータを打って、結構安定してますよね。打点はヒール寄りです。なんでもしちょっとミスをしたらシャンクはやっぱり出る可能性はありますねと、はい、これはまあ前回もシャンクの傾向っていうのは当然あって、それを修正してるわけだけれども、まだその傾向そのものを、完璧に封じられてるという状態ではないということです。ただですね、クラブの入射角とか軌道に関しては比較的安定していて、安定しているがゆえに打点傾向も安定しているということが言えます、はい、で入射角に関してもうちょっと鋭角でもいいかな、 2.4 度だとかなりこうシャローな、パワーに対して言うとシャローな感じなので、はい、もう少し上から、打っていく意識というのがあってもいいかもしれませんね、はい、でこれね、傾向としてですよ、シャローなプレイヤーはドロー方向に球をひねりたがります。なぜかというとボールが上がるじゃないですか。ボールが上がると、まあ、風に対しても弱いし、これを飛ばすためにはフック方向に球を落としてくるといいって話になってくるわけですよね。なのでもう少し入射角がないとストレートだったりフェードボールを打つ気にならないです、はい、大体傾向としてこれじゃあフェードを打ったらじゃあ上から来るんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないですけど、実はプロの傾向っていうのは入射角5度の人はドローもストレートもフェードも5度できます。その目的がない限り、球の高低の目的がない限り、例えば3度のプレイヤーはドローもフェードもストレートも3度前後で来る傾向があります。なのでフェードは明らかに球が上がって止まりやすくなり、ドローはストレートよりもちょっと低くて強いボールになるという傾向があるんで、シャローで安定しているパワーヒッターはフック方向にボールをひねりたがります。フェードを打てば飛ばないから。なので今のこの新井さんの傾向から考えると、やっぱりシャローだからドロー方向に球をひねってるよねっていうデータなんです、はい、これをこうある程度フェードだったりね、ストレートっていうことを念頭に入れると、この2度っていうデータは9大点なんだけど、まあ、もうちょっと入射角があった方が
ストレートだったりフェードっていうのも打ち抜けるようなプレースタイルを選択できるようになるだろうと、はい、でカット軌道を選択できると実は打球点も先端方向に行く傾向になるんですよ、うん、この辺もまあ関係してるだろうなというふうに思います、はい、できるかな。じゃあこのままストレートに伝えてみましょうか。じゃあ上からカットに振ってみましょうか、はい、あといや物事は全部ストレートに言ってですね、できれば OK、できなければ考えるってことでいいですよ。はい、はい、じゃあなんとなく、自分のイメージは上からかつカット方向に、まあ、素振りしましょう、これも、はい、こういうのも大事なのはね、この素振りをするんですよ。どうぞ、上からカット方向に振るイメージの素振り、はい、ドン、ドン、はい、もう一回、もうちょっとちゃんとしたところにヘッド落ちたいですね、はい、ポイントが前すぎる、はい、はい、カットに。ああそうですね、いいと思います。はい、どうぞ。今のトントンとあれ5度ぐらいですよ、5、6度。はい、はい、どうぞ。いきます。もう一回、はい、まあシャンクですと。ただ軌道に関してはあちゃんとカットにはなってますね。はい、もう一回いきましょう、はい、これね、まあ、はい、まあ、もちろんこう手が中に入ってくるとシャンクしにくいっていうのはありつつ、こうフェードの場合ハンドパスが一回前に出てきて手が中に入ってくるとシャンクしないんですよ。だからまあこれがこのまま前に出てきて手元が浮いたりすれば当然シャンクになったりもします。なのでまあもちろん手があんまり前に出すぎるのってもう絶対的に良くないですけど、フェードを選択すると前半部分はこう手元が前に出てきて後半になってくると体に近づいてくるというような動きになってきます、はい、今まあシャンクしてるのがそれができてないからだとは言いませんが、それができてないからだとは言いませんが、軌道を変えるとヘッドが落ちる位置が変わるんですよ。なので今のこの軌道だったら芯に当たるとかっていうことね、それはワンパターンのゴルフを覚えてるだけなんですよ。これから上達しようと思うといろんな球を打ちたいわけじゃないですか、はい、フェードもドローもストレートも高い球も低い球も全部そのある程度のレベルで打ち抜きたいわけです。なので、少し上からカットに振るという素振りをやりましょう。はい、はいはい、どうぞ。もっと手前。じゃあちょっとごめんなさいね、はい、練習にアレンジを加えて私大好き傾斜マットね。じゃあ左足下がりでフェード打ちましょうか、はいね、じゃあまずこれで素振りしましょう、はい、左足下がり、ね、これをあ、まあ、イメージカット軌道で振って素振りしましょう、はい、まあ、カット軌道そうでは左足下がり、はい、フェードボールバージョン、はい、フックというかプルです。でもね、でもあのまあまあ傾斜マットが当然5度あるんで8度入りました。フェースクローズです、これね、これも、まあ、いろんなことと通ずるわけですけど、カット軌道をやろうと思うとそのままフェースクローズになりやすいんですよ。インサイドアウト方向で振ろうとするとそのままフェースオープンになりやすいんで、軌道とフェース向きってどうしてもやっぱり連動しやすいんですよね。だからまんまです。で今これはね、せっかく上からカットに打ったけどフェースも連動してかぶっちゃって左引っ掛けちゃいましたって、はい、じゃあ気をつけましょう、はい、じゃあ素振りしましょうね、はい、はい、じゃあそうこれフェードで打ちたいんですよ、フェード、はい、じゃあ行きましょう。おストレート、もう一回、あどうぞ。はい、もう一回。どっちかといったらあの左足下がりであるがゆえにこのライから打てるその高いフェードっていうんですかね、あえて低いフェードを打ちたいわけではないので、左足下がりからこのラインの中では高いフェードを選択してるみたいなイメージがいいですかね。はい、どうぞ、はい、はい、いいと思います。
はい、じゃあ見ましょう、はい、まだこれでもちょっと左プル気味なんですよ。カット軌道を選択した時に軌道に対してフェース向きがわずかにその開くってわずかに開いてる状態を作るっていうのが、まあ、現状苦手。それはだから今までカット軌道で打ってるっていう経験があんまないんですよね。なのでどれぐらいのフェース向きとかどれぐらいの構えだとそのどこからフェードするのかっていう感覚がないんですよ。なので結局練習してないことっていうのは感覚が身につかないわけですよね、はい、だから今できることはこれだっていうことと将来的にこういうことができやりたいっていうのとはちょっとやっぱり分かれてるわけで、そこは今のさっきの現状のやつに厚みを持たせるっていうのも大事なんだけれども、これってね起点が効かないんですよ。打点が例えばヒール寄りだったらそれを直せないとか、うん、例えばドローボールをちょっとフックがきつくなったから直そうと思った時にできないとか、ただ単純にいいスイングっていう作り方だけじゃなくて、そこに一応何でもこう機能的に動かせるというそういう部分を身につけたいですよね、はい、今は素振りさっき素晴らしい、なんならうまそうな素振りでも、ちょっとこういろんな球を打ってくださいっていう風になってくるとまだまだ何もできない自分がいるということですよね、はいはい、なので今一応ベースはドローボールヒッター、シャロー系ドローボールヒッターなわけですから、入射角を選択できるようなこう、まあ、これは構え方とかでもいいですよ、こういうこれもトレーニングドリルですから、はい、それとカット軌道で、ボールを打った時にプルしちゃうのは、まあ、あんまり準備不足っていうのかな、構えた時に体のアライメントとかに対してグリップとかの微調整だったりフェース向きの微調整だったりをできてないから、はい、惜しいですけどね、惜しいです。じゃあちょっと今度フラットなライで、はい、まあ今ね5度の傾斜マットを経験したわけですからあんまりその体傾けたりしなくてもいいですよ、はい、こうぐわーってやりすぎなくていいですから、はい、はい、まあ上からカット目にフローぐらいでいいです。フェードが出たら嬉しいなっていうかフェードを狙っていこうってことです。はい、わお、ストレートボール、うん、見てみましょうか。はい、まあ、軌道に関しても入射角も先ほどよりも上がって 4.2 度になりましたよねと、ストレートですよねと。でこれでも、ダンディングアングルが実は49度近くあるんですよ。結構低い、まあ、低くないです、結構高いですよね7番アイアンで、まあ、一応ですよ USPGA 選手50度目指してるとはいえですよ、まあ、全然48度があったら普通の通常のグリーンの硬さだったら十分なわけじゃないですか。でボールがあまりにも上がりすぎても結局風っていう、こう難しい部分が出てきてしまうわけで、ボールは適正な弾道である必要性がありますよね。なので今こうちょっと上から打つっていう感覚が数値としてちょっとこう今までよりも球を低くコントロールできるような要素につながってきたっていうのは非常に大きいと思います、はい、でまた、まあ、こうさっきカットがね、私はそのシャンク、こうカット軌道で言うと先っぽに当たりやすいみたいなことを話しましたけど、まあ、パターでもカット軌道で打つと先っぽに当たったりインサイドアウト傾向で打つとヒールに当たったりする場合も結構こうパターンとしてはあるんです、はい、ただあまりにも手が前に出てそのまま手元が浮いてきたりすると実はシャンクの要因になる、はい、だからあまり極端に手が前に出るっていうのは当然ながらリスクになってくるわけです、はい、でも今まあ結構治ってきてるので本来はちょっとこれまあヒールよりまだ当たってますけれども、現状で言えば少しそのカット軌道を選択しながら、まあ、カットじゃないかな、上からですよね、上から打てるような意識っていうのを持ってほしい、はい、これがまあそうですね4から5ぐらいしっかりとターフが取れるようなレベル、ショートアイアンだったらね、こういうところがまあ、アイアンで狙っていきたい入射角度だと思います、はい、いいですね、はい、じゃあ、アイアンはこういう形で練習してください、はい、ありがとうございます。